ヤブヘビイチゴは、バラカキジムシロ属の多年層。以前は、ヘビイチゴと共に、ヘビイチゴ属に分類され、ダチャニア・インディカの学名が与えられていた。種小名のインディカは、ラテン語で、インドのという意味である。イチゴと似た葉や果実を持つが、異なる属に分類され、白色あるいは薄、ピンク色の花をつけるイチゴとは異なり、黄色の花をつける。補福形を出して、 地面を張って伸び、根をつけそれぞれの節に、クラウンが生じる。葉は三室服用、楕円形の小葉には、細かい巨子があって、新緑、しばしば冬の間持続される。黄色の花は春中頃に咲き、その後成長シーズンを通じて散発的に咲く。果実は白色あるいは赤色で、赤い種子のような痩せ花で全体が覆われている。この果実は食べられるが、味は、ほとんどしない。 ヘビイチゴに比べて、一般的に葉や果実は大きい。また、ヤブヘビイチゴは、ガクより複学変の大きい。東アジア及び南アジア原産であるが、その他多くの地域に、園芸植物として導入されている。ヤブヘビイチゴは、アメリカ合衆国東部を含む多くの地域に、帰化しており、一部の地域では、有害雑草とみなされている。最近の遺伝的証拠は、 ヘビイチゴ族は、キジムシロ族に含めた方が良いことを示しているが、現在のところほとんどの情報源がまだこの詩をヘビイチゴ族として載せている。ヘビイチゴとヤブヘビイチゴとの雑種は、アイノコヘビイチゴエッジ、大橋と呼ばれる。ヘビイチゴは、染色体数が14本の2倍体であり、染色体数が84本の12倍体である、ヤブヘビイチゴとの雑種には、 7倍体あるいは8倍体のものがある。7倍体雑種は両種の中間的な形質を示し、偽かも痩せかもできない。ありがとうございます。